ウィルヘルムさんは、パプアニューギニアで一番高い山である。標高4509メートル。ビスマーク山脈の一部であり、ピークは、新部州、西部山岳州、マダン州の三つの州の交点にある。山の名前は、パプア諸語の現地の言葉である、クマン語で、エンズはコンブグルーとして知られている。ウィルヘルムさんは、パプアニューギニアとインドネシアのパプア州とで成り立つ。 ニューギニア島にある。それはプンチャックジャヤやインドネシア側にあるいくつかの他のピークに標高で越される。いくつかの情報源はプンチャックジャヤがアジアの一部のインドネシアにあるがゆえにウィルヘルム山がオセアニアで一番高い山であると主張する。7大陸最高峰のリストには時折ウィルヘルム山が含まれる。ウィルヘルムさんは1888年に ドイツの新聞の特派員のフーゴ・チェラーがマダンの南東のフィニステール山脈を登山した時に名付けられた。ドイツの最小のオットー・フォン・ビスマルクにちなんでビスマルク山脈と名付け、山脈にある4つの高いピークを彼と彼の子供の名前にちなんでオットー・ベルク、ヘルベルト、ベルク、マリー・エン・ベルク、ミルヘルム・ベルクと命名した。オットー・ベルクはチェラーには 山脈の最高峰に見えた。しかし、後に標高が3540メートルであることが分かり、遠くにあるウィルヘルムベルクがはるかに高かった。1938年8月、政府のパトロール警官であるリー・バイアルと二人のパプアニューギニア人が記録に残る最初の登頂をした。その時バイアルによって、山が赤道に近いのにもかかわらず、登山している時に山頂に、 雪があったことが記録されている。第二次世界大戦中、1944年5月22日の早い時間にアメリカ合衆国のアンダー・イクスポーズドと呼ばれる海マイナス 7A が低空飛行中に山に墜落した。航空機はラエ近郊のナザブ空軍基地から飛び去った。オランダ領ニューギニアのパダイドリ島を空撮する偵察任務に割り当てられていた。 午前4時を回った頃、飛行機はツインレークの上空約4000メートルのウィルヘルム山に墜落した。乗組員全員が死亡し、飛行機の残骸のほとんどは一番上の湖にあって一部は現在でも見ることができる。すべての遺体は回収されていて、その場所には飛行機の残骸があるのみである。ウィルヘルム山に墜落したアメリカ空軍の飛行機の 翼の残骸オーストラリア陸軍軍装であるクリストファードナンを含む多数の人々が登山を試みようとして亡くなった。彼は1971年12月に急斜面から転落して死亡した。彼が最後に見られた場所には事故を記念すると聞いたがある。1995年8月にはイスラエル人のバックパッカーが足首を捻挫し、 グループが登山を続けている間その場に泊まり死亡した。彼はその後登山道をさまよい夜明け前の暗闇の渓谷に落ちた。彼の遺体は約1週間後に発見された。2005年7月30日、58歳のボブ・マーティン。彼はパプアニューギニアの観光振興局の役員でニューギニア航空のゼネラルマネージャーであったが、山頂から約30分のクリストファーの時いたの。 真下で、ひどい心臓発作を起こしなくなった。ウィルヘルムさんはパプアニューギニアで登山するのに、最もアクセスの良い山である。登るには二つのルートがある。特にポピュラーなルートは、適度に難しく、適正に応じた優しいルートである。新武州のクンディアワから続く道路の終端にある、ケグルサクル村から入山する。西部山学州のアンブリュア村からの難易度の高い。 登山道もある。ケグルサグルの登山ルートは、熱帯雨林の中を通りその後鉱山の草原と、氷河の谷に沿い、ピウンデコとアウンデコへ続く3から5時間かかるルートである。ピウンデコには2つの山小屋があり、一つは古いオーストラリア国立大学の監視局の小屋で、もう一つの別の小屋は、英字系フレームの小屋である。しかしながら、技術的な登山は必要なく、 アウンデコを一度過ぎれば、確かな足場が非常に重要になる。少なくとも4つのセクションがある。雨天でのいろいろなセクションでは、危険な場所ができる。登山者は、山頂の岩の多い地形と高度を過小評価、すべきでない。頂上に登るには、通常夜明け前、深夜0時を過ぎた頃に出発する。登りと後の下りは9から24時間かかる。夜明けに頂上に到着すれば、 晴天の良いチャンスを与えてくれる。アンブリアからの別なルートは非常に難しく4日間の工程である。両方の登山ともガイドなしでは実行すべきでない。ケグルサグルの若い男は約50キナの手数料でガイドを受け負う。ありがとうございます。